今日は白文に訓読をつけるという問題をやっていきたいと思います。定期テストで白文に訓読をつけ、すなわち送り仮名と返り点をつけなさいという問題があるかと思います。今日はその書き下し文を見ながら返り点、送り仮名をつける問題の解き方について説明をしていきます。本日の例文は現にして愛せられる、これを使っていきます。ちなみに口語訳は厳格でありながら親しまれるという意味です。問題によっては口語訳がついている場合もあるかと思いますが、今日は書き下し文だけで見ながら解ける方法について説明をしたいと思います。解き方は単純です。4つのことだけ覚えておいてください。まず1つ、白文と書き下しの漢字の意味を位置を確認する。2、置き字を確認する。3番、助詞助動詞を確認する。返り点の位置を確認するというふうになっています。では実際に確認をしていきましょう。今回は分かりやすいように色をつけてみました。弦に赤、愛に青、そしてその間に緑とラルと送り仮名を振ったものに、漢字で言うと見るですが、それを紫にしました。書き下し文と見比べてみましょう。まず緑のものは書かれていませんね。ということでこれは置き字というふうに確認することができます。置き字は書き下し文にしたときには書かない位置です。ですので今回は書きません。そして、愛の上にある見るという漢字、書き下し文ではラルというふうになっていますが、これはひらがなに直っているので助動詞というふうに認知をすることができます。漢文の助動詞の位置は動詞と上です。これは英語と同じです。英語も動詞の前に助動詞が来る、同じ文章構造です。中国語と英語というのは実は文法上の構成は同じになっていますので、そこを認識してもらえればすぐ助動詞は見つけられるかと思います。次に返り点の位置を確認していきましょう。愛せラルですね。先ほど言ったように愛の上に見るがあるわけです。これがラルのという詞液の助動詞、間違えました、受け身の助動詞になります。ということで書き下し文の時は青と紫の順番がひっくり返っているわけですので、ここに返り点をつけるということになります。あとはですね、振りが間違えます、送り仮名をですねつけていけばいいわけです。以上のように、今日は白文、訓読文をつける問題を解いてみました。色をつけると意外と簡単にわかるかと思います。もし皆さんもわからないときは、問題のときにはですね、色をつけて解くことができない場合ですね、線を引いてみたりですね、してですね、四角で囲ってみたりしてですね、区別しながら解いてみればできるかと思いますので、ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。今日の説明はこれで終わりです。